このエッジアンプリファイヤーとは何か。このビンディングの下ですね、ビンディングの下の部分、両サイドを高く盛り上げる構造を取り、その盛り上がった構造の中にプレートとビンディングシステムが埋め込まれるという形になっています。この両サイドが盛り上がったエッジアンプリファイヤー構造、スキーヤーはこうターンをしていくときにエッジを立てるんですが、エッジの角度を逆側に戻されるっていう力が働いてきます。その力をこのエッジアンプリファイヤーを装着することによって少し軽減させてあげることができます。戻される力を少し軽減させることで、このエッジ側に少ない力でより効率よく力を集中させて強いエッジングをしていく、これがエッジアンプリファイヤーの機能です。従来サロモンのスキーというのはこの表面にプロリンクとかパワーラインといったバー状のものを装着することによってスキーのしなりに対してアプローチしているものが非常に多かったわけですけれども、このエッジアンプリファイヤーの機能は、滑走方向に対して角付けをしていく、このスキーの横向きの動きにアプローチしていくことでエッジに力が集約され、スキーが進行方向に進んでいくことでオートマチックにスキーのしなり感が出てきて、より少ない力で効率よくターンに導いていくというのがこのエッジアンプリファイヤーの機能です。このエッジアンプリファイヤーですが、目的や用途によって2つのタイプのエッジアンプリファイヤーが使い分けられています。例えばこの S-MAX、 S-MAX のスキーのしなりを引き出したり操作性を高めていく、そのためにはビンディングの頭側とヒール側にセパレートしたエッジアンプリファイヤー SL というタイプが装着されています。そしてスキーの走りやキレ、強さを求めるスキー、GS タイプのスキーなどには足元が一体型になっているエッジアンプリファイヤー GS というタイプが装着されています。スキーのしなり、そして操作性を求めるエッジアンプリファイヤー SL、 そしてスキーの強さ、キレや走りを生み出すエッジアンプリファイヤー GS、 2つのタイプがそれぞれの目的に合わせて使い分けられています。